これが全部550円？マジで？私は今ポハンに行く高速道路に乗っています。テコからポハンは高速道路で約1時間半ぐらいかかります。なんでポハンに行くのかというと、ご飯食べに行きますよ。皆さんも一緒に見ましょうか。 Let's go。 はい、それでやっと届いたところはジュットシジャンです。今ジュットシジャンに来ています。じゃじゃん。ジュットシジャン、ジュット市場は海産物が有名な市場です。こんなでっかいタコいくらか知ってますか？14,000円、たっけ。ここはジュットシジャンの中です。私が行った時が日曜日だったから、普通よりちょっともっと混んでました。この中にはお魚やアワビ、牛肉、カニといろんな海産物がありました。海産物のコーナーから出てご飯食べに行きます。中に入ってみます。それで今日私が行ったところは焼き魚定食屋さんです。麦飯もありますね。メニューが一つしかないです。食前出るのはエピタイザーのスンギュンです。ご飯をすぐ食べる前、お腹の準備をします。うん、柔らかい。その間メインの料理の定食が出てきました。韓国人ってどういう民族ですか？ビビンパの民族でしょ。全部混ぜちゃいます。ビビンパって他の料理があるってことじゃないですよ。ただあるおかずを全部入れてそれを混ぜたら、それがビビンパです。A few moments later. じゃじゃーん、ビビンパ完成。ビビンパはやっぱり一口いっぱい入れて食べるのが一番おいしい。味も素敵ですね。ビビンパを作るとき、おかず全部使って無料おかわりもらいました。定食のメイン、焼き魚。味がちょうどよくて、そんなにしょっぱくもないし、そんなに薄くもなかったです。私辛いもの苦手だけど食べれそうじゃないですか？このぐらいは。アクション。これからは本格的に食べてみましょうか。3 weeks later。なんか私のビビンパより母のビビンパの方がもっと美味しく見えたから撮ってみたんですけど、ちょっと見てみます。食事の後、お店のおばさんが私も撮ってくれるって言ってて、ちょっと一緒に撮ってみました。감사합니다. 찍어주셔서감사합니다. 아이고고마워요. 日本の皆さんも韓国来れるようになったら来てみてください。おばさんの妹さんです。
姉妹二人で一緒にお店やっていますよね。ごちそうさまでした。やっぱり一番の気持ちって温かいですよね。今日のビデオはここまでです。ちょっとビビンバ食べたくなりましたか？ご視聴ありがとうございます。今みんな大変な時期を過ごしていると思います。もっと頑張ったら明日は今日よりもっと素敵な一日になるんじゃないでしょうか。みんなで頑張りましょう。また会いましょうね。じゃあ、アンニョン。